湯河原町湯河原町は、神奈川県の南西部に位置し、足柄下郡に属する町、湯河原温泉で有名な温泉町としてよく知られている。東海道本線が通る。古くから文豪、画家など多くの作家が登竜し、創作の筆を取った。湯河原町の中心部と、真鶴町の真鶴半島箱根火山の外林山南麓と相模灘に挟まれた定地に、 町の中心域がある。厳密に述べれば、第四期の火山である湯河原火山が、著しく侵食されて形成された地形の多くを、町域としている。真鶴町と接する東北一季には、緩やかな山陸部があり、住宅地とみかん畑が混在して広がる。南部は、千歳川の北沿いに、温泉街や住宅地が集まる。海岸線には、 長さ700メートルほどの砂浜海岸があり、夏には海水浴客で賑わう。土井寿平が統治していた時代より受け継がれているものが多く、障子名などで昔どのような地域だったのかが容易に想像できる。町議会湯河原町町議会の議席定数は14議席である。なお湯河原町議会議員の現任期満了日は令和2年3月31日である。 湯河原町から選出される神奈川県議会議員の定数は1議席である。現任期の満了日は平成31年4月29日である。湯河原町は小田原市等から構成される神奈川17区が選挙区となる。第48回衆議院議員総選挙神奈川県第17区解散日2017年9月28日投票日 2017年10月22日当日、有権者数43万786人、最終投票率54.29%、湯河原町は参議院南関東ブロック、神奈川選挙区に属する。なお、当選挙区の参議院選挙比例代表区、選出議員についての詳細は、神奈川県選挙区を参照のこと。湯河原町では、 湯河原町育英奨学金条例に基づく奨学金制度があり主に高校進学者を対象としている。東海道本線の開通以前は、一社鉄道、京弁鉄道の豆掃人車鉄道、渡見鉄道も1895年から1923年にかけて存在していた。日帰り温泉白雲の滝湯河原梅林梅の園、湯河原町にある史跡。 2.26事件で、東京以外の唯一の事件現場となった。昭和11年2月26日早朝、伊東や旅館別荘高風荘に宿泊中の牧野、信明、元内大臣た6名が襲撃された。2.26事件の際に消失したが、その後復元され、事件関係の資料が展示されている。開館日は、土、日祝と2月26日。 それ以外の日の見学は、事前予約が必要。北緯35度08分45秒、統計139度04分25秒、北緯35.145935 35度統計139.073516度、35.145935 35、139.073516、別荘。ありがとうございます。